はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をやってみたいと思います。日蓮宗主寺院創価学会会館の火災、それから創価学会院の火災放火事件の検証ということをやってみたいと思います。この検証はですね、まあ、過去動画でもう何度か触れております。はい。まずは、動画862ですね。この動画862で、戦国時代から江戸時代、明治、大正、昭和初期の、大石寺の火災事件の検証をやってます。戦国時代、明治、大正、昭和初期の、1945年の6月17日の、大石寺大坊客殿書院火災ですね。これで、当時の62世日教法師が焼死したという事件までの検証をここで一回やってます。はい。ということが一つあって、で、それからですね、もう一つポイントがありましてですね、かつて、日蓮宗主の周期でですね、この他により寺院または教会の道を焼失したものは、高級罷免脱会処置というね、僧侶の懲戒規定があったんですよね。はい。これは2004年の4月1日以前の日蓮宗主周期の246条で、決まっていたということです。で、それ以前の、周期はこちらですね。はい。これが、それです。それの246条。はい。こういうのってますね。はい。疾患により寺院または教会の道を焼失したもの。ということで、住職僧侶の懲戒規定がここにありますね。はい。で、2004年の4月の1日、日蓮宗主宗教の全面的な改正がありまして、この条文はなくなったんですが、新しい条文ですね。新しい日蓮宗主宗教235条。これ、いずれかの懲戒に処する。まあ、供給、脱会、罷免。それから、まあ、貧瘠も入りますね。住職主管またはそれらの財務者として、職務に廃し、またはこれを懈怠したものということですね。怠けて、なんかやらかした場合は、この懲戒処分にするということがですね、これは新しい周期に載っていると。いうことですね。はい。周期の235条の第5項ですね。住職ですか、またはそれらの財務者として、職務に依頼し、またはこれを懈怠したものというものが、ここに載っているわけですね。はい。というわけで、日蓮宗主のこの火災ですね、この道具を焼失したら懲戒処分になったということでございます。はい。それで、どういうことがあったかということなんですが、まずは大石寺関連の火災とかボヤ事件ですね。2006年の8月12日、大石寺報安堂東側の杉の木に落雷があって、木が、煙が上がったと。まあ、木が燃えたんですかね。はい。まあ、これはまあ、木が燃えたというだけで済んだということです。それから2009年8月28日は、大石寺の駐車場。まあ、あちこち、まあ、大石寺の前に駐車場があるんですが、乗用車10台が燃える火災があったと。で、これは千葉市から登山、参拝した女性信者の乗車から出火してですね、周りの車がみんな10台ぐらい燃えちゃったと。いう事件があったということで、これはまだどうも燃えてない。まあ、車の火災で終わったということです。それから2009年11月15日ですね、大石寺売店街で休業中の売店8店舗が焼失する火災があったということです。まあ、休業中の売店ということなんで、売店街で休業中の売店ってことになると、これ、宗宗和合時代に、創価学会が経営していた売店じゃないかなと思うんですけどね。まあ、11月15日っていうと、木星がある日ですから、北家コインの売店は営業してたんじゃないですかね。まあ、そんな感じがします。はい。これは、まあ、堆積関連の火災ですが、まあ、
銅が燃えるまでは至ってないということですね。ところが祭りでは銅が全焼したという事件が起こっています。はい、まずは1988年9月21日沖縄県那覇市の日蓮宗宗寺院光明寺というお寺があるんですが、ここで出火、銅が全て全焼する火災が起こっています。それで、シミナンの伊丹本尊も焼失してしまうという事件になってますね。はい、でこの出火の原因は漏電ではないかというふうに言われてます。で、1988年9月21日の火災で焼失したんですが、1990年12月19日に再建の落慶法要が行われていると。まあ再建されたわけですね。はい。で、じゃあここの住職はどうなったんだということなんですが、当時の住職の KM 氏はですね、今現在住職僧侶一覧に名前がないんですよ。はい。だから、まあお亡くなりになった可能性が高いですね。はい。ただまあ、まあ、これについてはですね、まあ、当時ですね、すでに法華校光明寺支部というね、法華校があった。まあ、宗祖和合寺帯だったんですけれども、すでに法華校があったということなんですね。はい。はい、続きまして、2009年10月11日、日本時間は10月12日になるんですが、アメリカのワシントン DC の日蓮宗宗寺院妙泉寺で火災が起こってますね。はい、で、お会式を、で、法華校へ約220人が来ていた時に、この妙泉寺の倉庫から出火したと。はい。いうことでございます。はい。で、当時の住職の MY 氏、MY 氏という、名前の、名前、僧侶の名前の U の字がつくんですよ。はい。この U っていうね。これは、1982年日憲法師、当時の67世日憲法師の徒弟として、この人は大学生で一般得度したんですね。一般得度した人はこの U の字がつくんですよ。はい。それで、まあ、この妙泉寺の火災の後ですね、この MY 氏は、日本国内の寺院に兼任になったんですが、この日本国内の寺院の、もうですね、住職を退任して、現在は大石寺大母在勤教師になってます。在勤教師の名前が載ってますね。まあでも事実上隠居状態なんですかね。ただ隠居するにはちょっと年齢的には早いですね。まあ60歳になりたてぐらいの年齢だと思います、この人ね。はい。まあ、隠居するにはちょっと早い年齢ですね。はい。続きまして、2010年1月17日、東京新宿区の大願寺で、ぼや騒動があったということですね。で、この大願寺っていうお寺はちょっと有名なお寺でありまして、ここの初代住職は今の、大石寺68世、日如法師ですね。それから三代住職の河辺慈徳氏が有名です。まあ、河辺明王で有名な方ですけれども、この2010年当時は河辺慈徳氏の次の住職の代だったんですね。はい。で、さらに、この大願寺の近所にですね、ひげ親父軍団の拠点である峰国社があるということですね。はい。そういう大願寺でぼや騒動が2010年に発生しています。はい。さらに、2012年の12月16日、高知県南国市の日蓮宗宗寺院の円寿寺というお寺があるんですが、ここで火災がありまして、銅が焼失しています。はい。で、ここには、法華校円寿寺支部というね、法華校支部もあったわけですね。あったというか、今でもありますね。はい。それで、まあ、2年後の2014年、7月19日に再建されて、落慶法要が行われています。で、この当時、円寿寺の住職だった KM 氏は、現在、まあ、円寿寺の住職を離れまして、大阪市柏原市の松園寺の住職になってます。現役の住職になってますね。はい。で、この KM 氏は、その僧侶の名前に、道っていう字がつくんですよ。はい。で、この人は、大石寺66世、日達法師の徒弟、弟子ですね。で、得度した人ということになりますね。はい。まあ、処罰されたかどうかちょっと不明ですけど、今でも、
柏原市の松園寺の住職ということでなってますね。はい、これは日蓮宗中関係の火災事件でございます。はい、今度は創価学会関連の火災ですね。はい、でこれはジャーナリストの内藤邦夫さんの月報創価学会問題というね、この月刊誌の諸君に載っていたその内藤邦夫氏のレポート、それからそれをもとに書いた全国担当新聞軽妙の記事などなど、まあ結構載ってますね。はい、まず第1番目、1982年2月頃から1983年1月にかけて神奈川県の川崎市内で30件以上の連続放火事件が発生してたんですが、この犯人がなんと創価学会総年長の息子で創価学会男子部員の AS という人だったということですね。はい、放火事件の犯人だったということです。はい、続いて1982年8月ですね、熱心な創価学会員が経営する串カツ店から出火して火災が発生。でこの火災で、母親と創価大学 OB の息子さんが焼死してしまったという事件が発生した。はい、それから1982年11月、熱心な創価学会員の MY という人がですね、サラリーローンの会社、ローンズ日立という会社があるんですが、そこに押し入ってガソリンを撒いて焼身自殺を図るという事件が発生しています。はい、まあ、もう崩壊したわけですよね。はい。はい、続きまして、1983年4月、借金の担保になっていた自宅の土地、家屋の差し押さえ、強制執行にやってきた裁判所の執行官の目の前でですね、創価学会代理団、この当時は代理団って呼んでたんですね。その後、地区団になって、地区婦人部長になって、今、地区女性部長っていう名前になってますね。はい。で当時は代理団だった。この代理団の NA という人が、その執行官の目の前で自宅に放火するという事件が起こって、逮捕されたという事件が起こっています。はい。続いて1988年3月28日ですね。公明党の衆議院議員、当時衆議院議員だった沼川陽一氏の熊本市の自宅が火災になったということで、沼川陽一氏の奥さん、長女、三女、義母、奥さんのお母さんですね、がお亡くなりになったという事件が発生しています。で、これはテレビニュースで大々的に報道されました。まあ、私もこれ、テレビで見ましたですね、ニュースで。はい、かなり大規模な火災がになったということです。で、この沼川陽一氏はその後議員を退任されて、2016年10月28日に直腸癌でお亡くなりになってますね。はい。はい、続きまして1989年1月、茨城県鹿嶋市で創価学会員の夫が自宅に放火して、奥さんと子供さんが焼死するという事件が発生しています。まあ夫も奥さんもこの一家揃って創価学会員だったというこういうお宅ですね。はい、続きまして2017年7月3日、京都市中京区の創価学会京都国際文化会館から煙が、まあ、舞い上がったと発言したということで、この事件で約400人が避難するという事件が発生している。なんかボヤでもあったんですかね。まあそういう事件が発生しています。はい。はい、続きまして2020年10月20日、政教新聞社在籍で創価学会本部職員の全国少年部長、全国少年部書記長の要職にあった人物が放火容疑で逮捕されたと。こういう事件が起こってました。これは過去動画の501で検証してますね。はい。まあ、こういうふうにですね、日蓮宗中寺院の火災、それから創価学会の会談、それから創価学会の火災、放火事件なんていうのが、まあ、過去にいろいろ起こっているわけなんですが、こうやって日蓮宗中の事件を取り上げると、創価学会が寄ってきてですね、創価学会の布教に利用しようとするってことをやるわけですよ。はい。まあ、この間もですね、その日蓮宗中の僧侶の、その、飲酒運転の事件を取り上げたら創価学会に来てですね、なんでもう創価学会のなんかスパム書き込みがなんかいっぱい書かれたことがありました。まあ全部削除しましたけどね。はい。まあそんな風に、創価学会によってきた創価学会の普及に利用しようとする。
で、今度は創価学会の事件が起こると、今度は法華経が寄ってきてですね、日蓮宗主の布教に利用しようとする。まあ、こういうふうなことをやるわけですよ。しかしながら、日蓮宗主の事件、創価学会の事件をですね、日蓮宗主では創価学会の布教に利用すべきでないというのが、仏教神学研究会の考え方でありましてですね、公平中立の立場で社会的公益性の視点で、これを論じるべきだという方針でやってます。でありますからね、こういうね、不況に利用しようとするっていう態度についてはですね、非常に、これ矛盾が発生するんですよ。どういうことかっていうと、例えばですね、この創価学会の事件ですね、この1番、2番、3番、4番、5番、6番、これらは宗祖和合時代に起きた創価学会の事件なんですよね。他にもいっぱいあるわけですよ、創価学会の事件っていうのは。じゃあ、宗祖和合時代に起きた創価学会の事件を、法華経にはどう説明するんですかと。つまり、創価学会が事件を起こすと、それその、宗門にその逆らった罰だとかなんとかって、創価学会に罰論を展開するんですが、じゃあこれ、宗祖和合時代の事件を、その創価学会罰論って当たらないわけですよね。創価学会の事件っていうのは、宗祖和合時代から、創価学会の事件がずっと今日まで続いてるわけですよ。だから、法華経の創価学会罰論っていうのは当たらないんですよね。だから、それをもって、その日蓮宗宗の布教に利用するっていう態度が、そもそもおかしいわけです。あるいは逆にですね、同じことが、日蓮宗宗の事件にも言ってるわけで、例えば、宗祖和合時代の今月の火災事件ですね。1988年9月21日の今月の火災事件。あって、1990年12月19日の再建復興楽家法要にはですね、太宰治67世日経法師が出資して、創価学会も参詣してるんですよ。で、この楽家法要で、当時の創価学会の副会長が祝辞を述べてるんですよね。だから、こういう、宗祖和合時代の火災事件というのはね、宗祖紛争の創価学会の正当性の証明でも何でもないわけでしょ。日蓮宗主の事件が起こると、それその宗祖紛争で創価学会正しかったなんて、そんなことを言う創価学会がいるんだけど、全然的外れになってるわけですよ。で、この宗祖和合時代の事件どうなるんですかって話になるんですよね。だから、社会的公益性で言うべきだと。だから、日蓮宗主の場合はどうかというと、日蓮宗主のコンプライアンスとかですね、火災予防意識の欠如があるわけでしょ。それから創価学会の場合は、創価学会のカルト体質、指導性の問題が事件を引き起こしてるんじゃないかと。中でも、この極端な原生利益信仰ですね。原生利益信仰でもう功徳があるんだ、あるんだっていうことを言って、功徳が受けられないっていう姿になると、原生利益信仰が破綻して事件が起こると。こういう図式があるわけですよ。だから、宗祖和合時代からずっと今日まで続いてるわけで、これ創価学会の体質そのものに問題があると。こういうふうな、問題提起をすべきじゃないかと。こう思うわけですね。で、ありますから、あくまでも、こういう事件については、公平中立の立場で社会的公益性から論じるべきだと、いうことを重ねて申し上げまして、今回の動画は締めくくってみたいと思います。ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。また、ご意見をお寄せいただければ幸いでございます。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。